い、どうもこんにちは。岩下スティーブンでーす。現在2024年、世間的には令和6年ということになっていますが、世の中には現在も平成を続けている団体があるとか、そんな団体からこのようなものが登場しました。デラックスガッチャード&ギーツ&リバイスライドウォッチ。どうもやっぱり仮面ライダーの中で平成が続いているらしいですね。仮面ライダー側からしたら現在は平成36年にあたります。多分ね、仮面ライダー側的にはね、あれなんか最近国平成数えるのやめてない？なんかあったかな？まあ、いっかーって感じで、数え続けてるんだと思います。そんななかなかクールな平成アイテムが届いたんで、こちら紹介していきましょう。いやー、ライドウォッチマジで弾力がすげーよ。どんだけ新しい仮面ライダーが出たとしても、バンダイが商品開発を続ける限り、小山力也さんが声を入れてくれる限り続けることができるんだからね。ゼロワンとセイバーに関しては出てるから、それ以降出てなかったリバイスとギーツとガッチャードが登場。で、箱の裏の方はこっちでもなかなかね、かっこいい感じになってるんだよね。ライドウォッチセット。よし、そんじゃこちら中身を見ていきましょう。ライドウォッチ、2個ずつ。段ボールにくるまれて2個ずつ。よっ。はい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 と。おい、一丁前に紙の説明書入れてないじゃん。お前、令和か？ウェブ取説限定はちょっと令和に寄っちゃいますよ。それはいいとしてこちらね。ライドウォッチが4つ入っているんで、こちら一通り詳しく見ていきましょう。そんなわけで、まずは2021年こと平成33年作品、仮面ライダーリバイスよりリバイライドウォッチ。カラーリングはピンクとなんか緑っぽいんだよな、パッケージから思ってたけど。若干青が緑がかってる。エメラルドグリーンみたいな、ちょっとグリーン寄りかな。で、裏のところに認識ピンと、QR コードついてるけど、これ何に使うんだ？昔のガンバライジングだったかな、あのカードのやつで使えたと思うんだけど、今もうガンバレジェンズだからな。試しに QR 読み取ってみるか。あー、仮面ライダーおもちゃウェブに飛ぶんだ。サイトに飛ぶ用の QR でした。正面には2021とリバイスのライダーズクレスト。リバイとバイスひっくるめてこのマークね。で、ウォッチの土台部分を回転するとライダーの顔になりますと。リヴァイの顔ができて、ここのところが発光ね。よし、それじゃあこちら音声の方聞いていきましょう。こっから外しちゃっていいんだっけ？一旦これ回転するところ外せるよね。これどうだっけな、外してすぐなったかな。その辺の記憶は平成置いてきたな。まあ、とりあえずリヴァイ長かったな。そういや、そうだ、こんだけ長かったわ。そうだそうだ、絶縁シートが長いで有名だったんだ、ライドウォッチ。特に外しても音は鳴らず。単体遊び、まずは上のボタンを押すと、押した時の音ほんと懐かしいな。懐かしいんだけど新しい音なんだよな。1回目はライダーの名前を言って発光。で、せっかくだから回転させてライダーの顔状態で2回目を押すと、ライスノフを使い最強生物の力で戦うライダーはリバイだ。エコーの感じいいね。バイスタンプを使い最強生物の力で戦うライダーはリヴァイだと。ウォッチを押すと小山力也さんボイスでそのライダーの説明を言ってくれるんですよね。そういや、バイスタンプって最強生物を扱うやつだったな。単体ではライダーとライダーの紹介の音が楽しめる。そんなわけで同じく続いて平成33年の仮面ライダーバイス。バイスはもう本体カラーのイメージそのまんまで、ピンクとブラック。だいぶらしいカラーリング。ほんじゃこちらも音声聞いていきましょう。バイス長いな、やっぱり。まずこのまんま1個目が、で、回転でライダーの顔にして、で、2回目押すと、リヴァイと契約した相棒の悪魔ライダーはバイスだ。すごくわかりやすい説明。さあ、続きまして1年経過して2022年、平成34年、ギーツは正面赤で、土台というか後ろのところがホワイトの紅白カラー。赤は結構主人公ライダーに使われがちな色だからね。赤の色合いがいいな。ギーツのライダーズクレストに2022、こちらも音声聞いていきましょう。ギーツ単体まず1個目が、なかなか気合入ってるね。で、回転してライダーの顔。鋭い赤い複眼がしっかり見えてる。さあ、どんな紹介になるか2個目。願いのためにデザイアグランプリを勝ち抜く、キツネのライダーは、ギーツだ。
ちゃんとモチーフを言ってくれる。勝ち抜くって言い方がいいね。参加するとかじゃなくて。ほんで最後、なかなか色すごいね。今のところ一番新しい現行ライダー、2023年ってことは、平成35年作品。鮮やかなブルーで、割となんか蛍光色寄りのオレンジ。色味だいぶ派手だね。他のライダーとまあなかなかこれダブんないだろうな。正面には年数とガッチャードのライダーズクレスト。ほんじゃ音声聞いていきましょう。ガッチャード。まず1個目が。なんか思ったよりおとなしめな言い方で、顔を回転すると、あ、しっかり矢印、矢印複眼が出てくるし、このライドウォッチ自体にも矢印がついてるからね。ちょっと矢印仲間であるかな。で、ご紹介していただきましょう。いいね、わかりやすい説明。限られた中でのこのシンプルな紹介、いいね。よし、それじゃあね、単体遊びは以上なんで、こちら時空ドライバーでアーマータイムしていこうと思うんですけど、これ見てください。自作のハイスペックベルト帯、当時自分で作った帯ですね。ただこれな、2018年19年ぐらいか、ちょっともしかしたらね、成長してるかもしんないから、僕も完全に当時のウエストに合わせたこの長さになってるんだけど、どうだろう、つけられるかな。せーの、ほっ、うん、あー成長はしてるみたいですね。ちょっと布一枚の差を感じるわ。パーカー着なければ、よっ、あ、いけるね。よし。まずは普通にジオに変身。これ回すのが先か後かってのもあんまり覚えてねえな。右側に装填して、そうそうそう、こういう感じだった。で、上のね、ロック解除押して、で、回転。2018。いやー、当時の最新だよ、これ。とりあえず、これでジオに変身ができたんで、逆側に別のウォッチを送電。というわけで、順番通りにまずはリヴァイ。逆側に装填。まあ表示に関してはね、これちゃんと2021とは出ないだろうね。とりあえずやってみよう。まあジオは普通に出てきて、リーバイーってなるんだ。バディーアープと、ま、こっち側から音声が出るからね。これのおかげで今後いくらでも出せるから。で、必殺技、ジオーのウォッチをまず押して。フィニッシュタイムからの、で、こっち側のボタンも押す。で、待機音声で、これで回転。スタンピングタイムブレイク。スタンピングフィニッシュとタイムブレイクが合わさったっていう感じで。必殺技も何々タイムブレイクっていう感じで掛け合わせた感じになるんだよね。こっち側から音が出る恩恵でっかいね。で、ウォッチを外す。アーマータイムから必殺技、まあこういう流れでしたね。ってことでお次は？そうだ、俺昔なんかこのピロピロの時動かしてた気がするわ。もう今勝手に手が動いたからね。動かして、あ、俺なんか俺当時こんなんやってたなって記憶が若干蘇ってきたかも。なんか僕の中の平成が蘇ってきたな。よっ。全然違うね。ちょっとなんかキュッキュッキュッってスクラッチの音だったり、バイスの笑い声みたいな。ブワーッみたいな。笑い声が入りつつ、音声の方は音韻なんだ。また違った感じが楽しめるのいいな。で、必殺技。フィニッシュタイム。
よっ。まあまあまあ、そこはスタンピングタイムブレイクだよな。ここは変えようがないわ。ほんじゃ続きまして、デュアルオン。ギーツー。このなんか、演歌みたいな、この拳を聞かせたような、ギーツーみたいな言い方いいな。で、レディーファイトまで入ってる。そうそう、デザイアドライバー出てきた時、若干この仕組みが似てるって言われてたよね。ベルトの両サイドにアイテムをセットするっていうのと、あとまあ回転があるっていうところ。両サイド装填と回すっていうところにちょっとなんか共通点があるんですよね。で、必殺技。タクティカルタイムブレイク。タクティカルシュートとかのタクティカルを取っている。で、最後にこちらをガチャしていきましょう。よっ。ガッチャンコガッチャードー、ガッチャンコガッチャードガッチャガッチャで必殺技。よっ。フィーバータイムブレイク。フィーバーもスチームホッパーフィーバーみたいな。最後につけやすとタイムブレイク。なんか、フィーバータイムっていう、なんかちょっと若干つながりはあるっちゃあるね。フィーバータイムがブレイクしちゃうのはなかなか興ざめしそうだけど。最新と組み合わせるとこうなるんですね。ふぅ、なんとか耐え切った。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回はデラックスガッチャード&ギーツ&リバイスライドウォッチの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。いやー、ライドウォッチってやっぱりすげーな。どんだけ新作が増えても出し続けることができるっていうのが、まあある意味証明されましたからね。今後新しいライダーが出るたびに定期的にこうやって増えていくのかな。令和にこんなライドウォッチががっつり出てくると思わなかったから、まあだいぶドギマー抜かれたね。改めて汎用性の高さだったり、まあ音声なんやかんやでいいよね。短い文章でライダーの特徴を説明してくれるし、変身音声も近しいものが聞けるから、先のことを見据えまくったすごいアイテムだと思います。今後また 3,4 年ぐらい経ったら新しいものが出てくるのかな。そしたらまた平成のことを思い出したいなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。